はい、皆さん、こんにちは、モロトフです。パトロン続きをね、やっていきましょうか。現在は1年目の7月38度ということでね、少々暖かいというか、暑すぎる気候の中ね、みんな住んでいるんでしょうか。さあ、引き続きね、いろいろやりましょう。ただしなんですけども、私ね、 今後ね、怖いなぁと思ってることが一つあるんですね。それは何かというと、食料が結構減っている。見てください。毎月の生産量が65でしょ。それに対して消費量が96なんですよね。これってやばいよね。だから生産系をね、かなり厚めにやっていこうかなと思います。そのためにはね、人がね、結構 ここね、鉄なんですけど、鉄をね、掘るのはやめましょう。で、何をやるかというとね、港をね、作りたいなと今思っております。これですね、船着き場。ただし船着き場を作るには、コインが100、そして石材が必要だということみたいですね。石材はね、村の近くのここ、もしくはね、 上の方で取れるよということになりまして、えーと、ここに人がね、アサインされてないですね。任命しておきましょうか。現在、ブラブラしているワーカーが5人。ここにね、アサインは必要だということになりまして、薬草医も必要ですね。あと、石材系、そして、漁業関係ですね。そして、運搬も必要だ。そうすると、ワーカーが1人になって、ワーカーが不足気味ですよっていうことになるのか、難しいね。そしたら、ちょっとね、 苦しいんだけど、山菜取りはひょっとしたら一人でね、十分かもしれないですね。やっとおきましょう。本当はね、食料系の人いっぱい振りたいんだけど、おそらく山菜がね、そもそもいっぱいね、あるわけではないと思うんですよね。ここら辺にキノコとか、これベリーでしょうかね。こういったものを取っていくのかな。ね。 ええと、ちなみに左がですね、これは狩りの小屋と、ここら辺のね、アップグレードもやることで、生産量をね、プラスしていくっていうこともね、重要なのかもしれない。少し速度を上げましょうか。5倍速ぐらいにしておきましょうかね。さあ、夜になったのかないや、7月か。うん、うん。 だん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 食糧難になっていくはずなんですよ。これはまずいよね。早くね、船着き場ができれば、貿易がね、早々にできる。そしてね、食料をゲットしようという作戦です。さあ、船着き場ですけども、ここら辺でいいかな。あんまりね、海の方に行かないギリギリのところにしましょう。ここにしようか。よいしょと、こんな感じにしておきましょう。さらにここら辺のね、木は切るのかな。 人々がガン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 歩いている。あとは道しるべもね、作っといた方がいいですね。ロードサイン。これがあるとね、周辺は素早く動けるよということになりますからね。それ以外、ここに一つありますね。 ちょっと木がないバージョンで見ていこうか。ここにもあるでしょう。ここら辺が一つないんじゃないのかな。一つコツンと置いておきましょうか。もう一つここら辺周辺もね、欲しいですよね。ぜひ。じゃあ、ここら辺にもコツンとね、一つ置いておきましょう。ここはいいかな。ね。よしよしよし。さあ、石ですけど、一人が働いてるよっていうことになります。この人でしょうかね。働いてるの。そうだね。後ろにある石を取っているということなのかな。 うん。まあ、いいでしょう。ここら辺にも石がたくさんあるね。石が結構今後必要になるのかも。で、幸いね、我々の村の近くには、これ鉄ですね。鉄もあるので、鉄はね、今後工具をね、作るときに必要になるよということになると思いますね。 さあさあ、貿易、もっともっと作ってほしい。ここでね、聞いてくるのがワーカーの数なんだよね。ワーカーが少ないと、結局ね、ビルディングしてくれないという状況になりますね。宙に浮いている、なんでしょうかこれは何かがありますね。ここ、宙に浮いてんのかないや、海に浮いてるんでしょうかねこの木たちこれ取りたいですよね。うん。 さあ、頑張れ、頑張れ。あとは、我々ね、えっ、ー、と、家もアップグレードできますね。断熱リフォームと書いてあって、これをやることで、薪やね、石炭の維持費を下げられるということになり、これは何だろう、開拓の始まり、国王は新しい植民地の開拓が始まったことを大変お喜びになられており、町にね、報酬が与えられましたということで、やりましたね、食料。すごい欲しかった。 トウモロコシが150個、そして薪が150個、そして木材も150個ということで、よしよし、ちょっとは楽になったかもね。ただね、今年の冬がちゃんと過ごせる量なのかは謎ですね。ちょっと引き締めていきましょうか。それ以外にも色々研究をやっていかなければいけないなと思いますね。 鉱山をやることととでで炭鉱鉱や鉄鉱山をねててるここができますよと言ってますすよ言っれ一応やっておこうか。ねで、お金が69ゴールドか。まだまだ少ない感じがする。人もね、少ないんだよね。だから早くティーンがね、えー、と大人になってもらえるとね、労働力になるんだと思うんだよね。 もう少し踏ん張り時なのかもしれません。そんな中、結構薪の量は増えています。あとね、最近薬草ですね。薬草を取り始めたんですけど、これがね、徐々に徐々に増え出した。さあ、研究が完了したぞ。で、今ふとさ、研究で思い出したんだけど、ここにさ、狩りの小屋があるでしょ一つ。もう一つ、ここら辺に作ろうか。なんでかっていうと、これが一つあるんだよね。巣穴。 これですね。巣穴。イノシシの巣穴と書いてありますね。この近くに仮小屋をねえ、設置すると生産力がね、高くなるよと書いてあります。やっぱり仮小屋必要そうなので、ここはね、思い切って作っていきましょう。もう一個目ですね。狩りの小屋。えっ、ー、と、パーセンテージで言うと70%が限界かな。71%。ここにしましょうか。よいしょと。はい。 そしたらば道もね、すかさず作りましょう。よいしょと。えっ、ー、と、どういう感じに道するここら辺ここ通れるここは通れないのかじゃあ、ここぐるっとこういう感じにしようか。ぐるっとここに行かせるよと。こんな感じかなよいしょと。はい。で、こっちもね、行けるようにしようか。その方が便利だもんね。こんな感じで若干ね、くっつくようにしましょう。よしよしよし。はい。 そしたら進めますということですね。どん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 食料をね、増やしていきましょう。お 生産性が上回りましたね。そうすると食料徐々に余裕になってくるかな。いや、もう少し食料を余裕にしていきたいですね。お金を貯めてとにかくね、貿易を開始して様々なね、食物をゲットする方針でいきましょうか。それ以外にもね、一個一個の施設の生産量をね、上げていくっていう技もあるんだけど、これはこれでね、 コインおよび木材が必要なんだよね。木材は心配なさそうなんだけど、やっぱりね、お金ないんですよね。このゲーム結構ね、お金が重視される、かなり厳しいね、マネージメントを要求されるゲームですね。さあ、立ちましたね、船着き場。そしたらば一人任命しておきましょうか。おティーンが一人ね、大人になりましたね。それによってワーカーが一人増えた。ナイス。よしよしよし。 そしたらば、早くね、誰かこの船着き場に入ってください。そうすると貿易が可能になるはずなんです。さあ、板を持ってきた人がいるけど、この人なんでしょうか違うっぽいね。違うね。ちょっと待ちましょうか。早々にここもね、作られたら早いな。案外ここも早い。そうかそうか。ここに人をね、アサインしなきゃいけないんだ。えーと、どうしようかな。何が必要ないか。 これはかなり主者選択がね、必要ですけども、しょうがない。こうなったらワーカー1人削りましょう。ハンターが2人になりました。よいしょっと、ほい。そしたらば、ワーカーが不足するというアラームがね、出てますね。で、こっち、人はどうなんだろう。よし、入った。ね、人が入りました。そしたら攻撃しましょうか。 ここには様々なアイテムがね、売れるし買えるよということですね。当然私がね、持ってるアイテムしか売れませんけど。一旦、この中でね、売れそうなものとしては、今は10月でしょう。だから薪はね、いっぱいあった方がいいに越したことはない。薬草がね、ちょっと余裕あると思うんで、ちょっと売っていきましょうか。どうだろうえー、っと、20、もしか、40、40売っちゃおう。ね。40売りましょう。 そして、えっ、ー、と、食料ね、大量ゲットしましょう。まずは欲しいのはビートルートにしましょうか。ビートルートを40個。ブラックベリーも40個。いや、60個ぐらいにしとこうか。あ あとは、そうだな、魚もゲットしときましょうか。魚もこんな感じにする。本当はね、鶏肉やトウモロコシも欲しいんだけど、いかんせん値段がね、2倍なんですよね。ちょっと私たちお金ないんで、安いものを買うようにしましょうか。そしたらば、マッシュルームかな。マッシュルームを買いましょう。これで取引できると思うね、お金がかなり減りました。28ゴールド残った。まあいいでしょう。 よしよし、とにかく冬ね、過ごせるだけの食料をね、備蓄しておきたいですね。その間、お金が貯まったら、今度は施設のね、生産能力を上げていく。もしくは、ここら辺をやるかだな。これ研究ですけども、えっ、ー、と、建築資材と道具ということで、いわゆる様々な施設の生産量を一気に20%上げちゃうっていうのも、これいいよね。 魅力的だなぁ。いや、でも、食料、やっぱり減ってってる。冬になるとね、生産量、かなり減っていく予想があるんで、これ、コツコツ、コツコツやっていきましょうか。えーと、そうだな。山菜取りやろうか。ボーナス付きですね。よし。あとは、これは、えっ、ー、と、仮小屋ですね。仮小屋、えっ、ー、と、冬場の生産量アップ。これ大事です。やっておきましょう。 それ以外お金がないけど、もう一個のね、仮小屋もアップグレードしたいなぁ。ちょっとできないですね。食料がね、100切ったらこの村やばいぞという状況になるはずです。さあ、まだかなだいぶ来ないね。これもうちょっと早く船がね、来るようにさせたいんだけど、それのためにもうここら辺のね、アップグレードが欠かせないのかもしれないね。うわぁ、きつい。 交易船が到着するまで60日とか書いてある。約2ヶ月だな。大丈夫か今は11月ね。厳しい厳しい。これやりましょうか。ね。これをアップグレードすることで交易船が到着するまでの時間をね15%短縮できますと書いてあるから迷わずやっちゃいましょう。 我々ね、なんでお金がね、ゲットできてるかというと、前回もね、お話しした通り、村人の人口が増えれば増えるほど、そのね、税金がね、収入となるよということになってるみたいですね。このゲームはね。うん、さあ、30ゴールドになってます。依然、船は来ませんよ。えっ、ー、と、こっちのね、狩り、えー、収入を増やしたいけど、40ゴールドですね。コインが必要なのは、もうちょっと待ちましょう。 10倍速にしてみようか。よいしょと。一気にチャカ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 皆さんね、動き出しました。よし。そしたらばこれですね。よしよし、生産力アップした。この人ってずっとここにいるんだけど、これ何なんでしょうかね。これでちゃんとハンティングできているのか。目の前にね、イノシシの巣穴があるんですけどね。さあ、11月、やばい。真冬になってきた。これは大ピンチです。大丈夫かな。我々、なんとか生きながらえたいですね。依然ね、消費量の方が上回って ておりますここら辺の鉄も取って実際ねこれ売っちゃうっていう手立てもあるかもしれないねちょっと人の動きにね余裕が出てきてそうなんでこれちょっと取っちゃいましょうかねよいしょっとはいそしたらばお食料入ったねあ入った入った入ったうわふわ,ーっ言ったふわっていったファっていったねよしよしよし 食料入ってきました。そしたらすかさずもう一回ね、食料ゲットしましょうか。その方が良さそうだ。えー、っと、薬草が当分売れそうなね、予感がしますね。薬草。えー、どうしようかな。薬草を60売っちゃいましょう。合わせてお金がね、76あるんで、これをね、使って食料をどんどんゲットしていきましょう。ブラックベリーも必要そうですね。あ あとは、そうだな。さっきと同じだな。魚も欲しいよ。こんな感じにしとこうか。ね。取引する。よし。ふん、ふん、ふん。これだとね、結構自利品になっちゃうから、こまめにね、我々自身の自給率も上げていくという作戦が良いでしょう。そうした場合、これね、いいですね。生産量プラス50。よし。やりましょう。木は結構ね、伐採してるのかと思いきや、ちゃんとね、植林もしてるからいい感じでね、サステイナブルな環境になってますね。よし。 はいということで今回はここまでにしたいと思いますどうでしょうかねなかなか順調かな続きは見たいと思う方いらっしゃったら是非いいねボタンでお知らせくださいまたねチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれでは To New York City, take my hand and see—Manhattan never looked so pretty.